はい、大変お待たせしております、第2回ブリーダーズカップ大会のお話をちょっとさせていただきたいなと思います。ですね、当初は夏ぐらいに予定をしていたんですが、ちょっと自分の体の問題があって、ちょっとそれでちょっと長引いてしまって、それのお詫びと、あとやっぱりちゃんと、ね、こう作ってくださった方がいるので開催したいなということもあり、そろそろ開催してもいいかなというちょっと告知と、まあ、もしね、新しくその新規というか登録したいなという方がおられるのであれば、まあ、ご参加していただければなという、まあ、いろいろそういう事情があって、今回この動画を撮っております。もう予定はまだちょっとね、もし参加してくださる方がいるのであれば、ちょっと余裕を持って、まあ11月ぐらいにやれればなと思っております。で、今現在はこの5頭ですね、自分の馬も含めた5頭、まあ結構前にもらって、そうですね、ちょっと本当にいろいろちょっとね、いつ開催できるかっていうの明言ができなくて、本当にお待たせしてしまって申し訳ありません。というところで、まあちょっと、まあ、告知動画をね、こうちょっと挟んで、まあまあ、知っていただくっていうところからまたちょっとスタートしたいので、ちょっとまたかかるかもしれませんが、ご了承していただければなと思います。ですね、まあ、この後字幕でこう字幕で多分出してると思うんですが、ルールは初代配合、まあ、大重ね禁止っていうルールと、3戦以内ですね、戦績が3戦以内の馬っていう、この2つのルールですね。から、どんな高額な繁殖牝馬でも OK だし、どんな高額種牡馬でも OK です、海外種牡馬でも OK です。とにかく初代配合、大重ね、2代目禁止です。で、それと参戦以内、この2つだけとなっております。はい、ちょっとご参加していただける方がどこまでいるかがわからないので、まあ、ちょっと前回に比べるとやっぱり2対2回っていうのはね、ちょっと尻すぼみになるというのが大概なので、まあ、この今の5頭でも開催はできるんですが、まあ、ちょっとどうなるかわからないので、ちょっとその猶予をいただければなと思っております。ですね、ここまではそうですね、まあそんなもんですかね。まあ、ちょっとね、開催が伸びていた理由っていうのが、まあ、体調のことっていうのがありまして、ですね、その開催しようと思っていた月っていうのが8月ぐらいだったかな。8月前ぐらいにですね、ちょっと、まあ、喘息が出まして、で、まあ、最初息苦しいなと思って病院行って、でそしたら今度レントゲンで何か映ってるぞって言われて、それはどうなるのかなっていう、ちょっと余裕がなくなってしまった状態になって、で、まあ、結局そのレントゲンの方は大丈夫だったんですけど、問題もなく、まあ、それでちょっと一安心をしたっていう状態だったんですが、まあ、喘息の薬っていうのがね、ちょっと、まあ、これまたちょっと厄介でですね、こう喉がかすれる、喉って声がかすれちゃうんですね。で、使い出すと、こう、喉がかすれて、で、もともと喉が弱いので、で、その中で2時間とか喋るというのが結構実はきつくてですね、なので、それちょっとね、いつ使い終えられるか分かんなかったので、ちょっと伸ばしになっていて、っていうところもあり、で、まあ、そこから1ヶ月ぐらいですね、ちょっと
見ながらで今という感じですね。ちょっとお待たせしてしまったところが本当に申し訳ないなと思っております。ということで、まあ、ちょっとどういう感じで今後どうなるかは分かんないので、ちょっとまだこの日にやりますというのはちょっと言えないんですが、まあ、近いうちにやれたらなという気持ちがあるので、まあ、それもそうですね、まあこのまあそうですね、まあ、本当分かんないのでまあね、こう参加してくださる方の日程とかもね、いろいろあるので、まあ、ちょっといろいろ兼ね合いといいますか、それを見ながらちょっと一人で突っ走らずにちょっと要相談という形で今回は指名させていただきます。では、また新たにその参加してくださる方もいるのであればぜひともお待ちしております。ではご視聴ありがとうございました。